クワウチ。お庭アセット。クワウチ。お庭アセット。クワウチ。Hello. Do you have any idea what they're doing? Well, it's a traditional Japanese custom called mamemaki, which means scattering of beans. お庭アセット。クワウチ。お庭アセット。クワウチ。お庭アセット。 People do this around the beginning of February when winter turns into spring. The point of doing it is to drive away demons and bring in good fortune. You'll see this mamemaki event toward the end of today's episode of Yan's Story.さん、とうとう完成したんですね。昨夜もだいぶ遅くまで頑張ってましたよ。ランさんやるな。はい、坂田研究室です。あ、ヤンさん、どうしたんですか、その声は。風邪をひいちゃったんです。大丈夫ですか。あ、はい、ありがとうございます。今日は無理だと思うんです。それですいませんが、僕の机の上の設計図を先生の研究室へ持って行ってくださいませんか。あ、この設計図を先生に見ていただくんですね。はい、わかりました。それよりヤンさん、無理しないでくださいね。じゃあよろしくお願いします。起きない方がいいですよ。寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。あ、すいません、どうも。でもどうして。いや、たまたま休みを取って部屋にいたんです。そうしたら突然。ヤンさん、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 ヤンさん。びっくりしましたよ。昨日の夜から熱が出まして。はい。あ、ありがとうございます。ヤンさん、喉が渇いたでしょ。お茶でも入れましょうか。いえ、お茶は結構です。その代わりすみませんが、水をくださいませんか。あ、はい。ああ、どうもすみません。それ、こっちに置きましょうか。どうもすみません。あ、先生かもしれませんよ。え、先生？あ、ヤンモーリーさんのお宅。はい、そうです。お待ちしてました。どうしました？昨日の夜から熱が出まして。おお、昨日の夜から熱が。頭が痛くて、めまいがして倒れちゃったんです。めまいがした。ええ、どれどれ。はい、口を開けて。ちょっと舌を出して。
先生、いかがでしょうか。過労でしょうね。いや、心配いりません。でも、2、3日ゆっくり休んだ方がいいですよ。はい、わかりました。よかったですね。おかげで助かりました。じゃあ、後で薬を取りに来てください。はい。じゃあ、どうも。もう大丈夫ですね、ヤンさん。寺田さんがお医者さんを呼んでくださったんですね。助かりました。ありがとうございました。いいんですよ、そんな。じゃあヤンさん、僕薬取ってきますから。あ、よろしくお願いします。あの、寺田さん、すいませんが、みかんを買ってきてくださいませんか。みかんですね、わかりました。はい、いらっしゃい。みかんください。はい、おみかん。はい、ここにありますよ。どれがいいかな。粒の大きいのがいいです。これください。これね。はい。これもちょうだい。はい、これですね。サービスしときます。わっ、いいですよ。ありがとう。あー、美味しかった。もう少しどうですか。いや、もうお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。はい、お茶。あ、どうもすいません。でも寺田さん、料理がお上手なんですね。いつも自分で作っているんですよ。外食は高いですからね。もう大丈夫です。とても楽になりました。寺田さんが看病してくださったんです。そう、寺田さんが。おばさん、寺田さんがお医者さんを呼んでくださったんですよ。それからみかんを買ってきていただいたんです。あら、そうだったの。それに今うどんも作っていただいたんです。あら、まあ、寺田さん、どうもありがとうございました。いや、いいんですよ。じゃあ、お大事に。寺田さん、どうもありがとうございました。また話に来てくださいね。寺田さん、ありがとうね。お庭を…おい、やばくない。寺田さんって優しい人だな。ほんと、いい人なんだね。そうか、今日は節分ですか。おりまーす。おりまーす。おりまーす。Let's quickly go over the story.Yan finally managed to finish the design that he'd been working on night and day. But he'd been working so hard that he became ill and fainted after ringing his office. When Yan came to, he found his unfriendly neighbor, Terada-san, looking after him. Yan was very surprised. Terada-san had even called a doctor.And then he took good care of Yan, going to the hospital to get his medicine and going out to buy him some oranges. A bit later, Mrs. Hori visited and she was shocked and at the same time happy to find that Terada-san had been looking after Yan. And towards the end, you saw Kazuko and Takeshi scattering beans in Yan's apartment.
Let's watch the scene where Terada-san takes care of Yan. Pay special attention to what Terada-san says after Yan comes to. じゃあ、よろしくお願いします。起きない方がいいですよ。寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。タオル買いましょうか。Well, how did you get on? 寺田さん stopped Yan from getting up and said, タオル買いましょうか。タオル買いましょうか。Let's watch the same scene again. This time,Pay attention to what Terada-san does after saying this. 起きない方がいいですよ。寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。すいません、どうも。はい。He was wringing the towel in cold water, then.He replaced it on Yan's forehead. 起きない方がいいですよ。寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。タオル買いましょうか。タオル買いましょうか。So, Terada-san said to Yan, "Shall I change the towel?" あ、起きない方がいいですよ。寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。Okay. So, let's hear some more examples of this expression. のせる。のせる means to put something up.乗せましょうか。ああ、すみません。お願いします。はい。これ。どうもありがとうございました。いいえ、どういたしまして。開ける。To open. どうもありがとうございます。あ、スイちゃん、ここよ、ここ、ここよ。開けましょうか。すみません。開きました。どうもすみません。ここよ、ここ、ここよ。よかった。開ける。To open.すいません。開けましょうか。お願いします。開きました。すみません。お一ついかがですか。あ、そうですか。あ、
美味しいです。待つ。To carry。持ちましょうか。そうですか。すみません。どうもありがとうございます。助かります。いえいえ、どういたしまして。持つ。To carry。持ちましょうか。いえ、大丈夫です、本当に大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ほら、手伝う。 To help。 せーの、よいしょ。せーの、よいしょ。ダメだ、ちょっと人呼んでくる。お願い。よいしょ。手伝いましょうか。お願いできますか。いやー、どうもすみません。助かりました。いいえ、どういたしまして。閉める。To close。閉めましょうか。いいえ、結構です。ご親切にどうも。いいえ。As you just heard, this expression is used to ask, shall I do something for you? When someone seems to be in need of help. If they don't need help, they might simply say, いいえ、結構です。No, it's okay. Or, 大丈夫です。I'm all right. 持つ。 To carry. あ、安藤さん、持ちましょうか。いえ、大丈夫です。よし。本当に大丈夫ですか。いやいや。どうもすみません。手伝う。 To help。せーの、向かい、せーの、手伝いましょうか。いえ、大丈夫です。いえ、本当に結構ですから。いや、どうするんだこれ。Kodama san should have listened out for the answers to his questions. のせる。
乗せます。乗せましょうか。開ける。開けます。開けましょうか。閉める。閉めます。閉めましょうか。持つ。持ちます。持ちましょうか。 Today's expression is quite easy to make. Just remember the must form of a verb and replace must with ましょう. Then add か. Okay, let's just watch another scene from Yan's story. Yan-san! 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 びっくりしましたよ。昨日の夜から熱が出まして。はい。ありがとうございます。Yan-san、喉が渇いたでしょう。お茶でも入れましょうか。お茶でも入れましょうか。 Did you get what was going on? お茶でも入れましょうか。お茶でも入れましょうか。 In this scene, Terada-san was asking, Shall I make you some tea or something? お茶でも means tea or something. Now, let's have another situation where we could use this.How about if my throat suddenly became sore? 海野さん、水でも持っていきましょうか。海野さん、コーヒーもありますよ。大丈夫です。Today's expression, ましょうか is useful in that kind of situation. Now, it's time for you to practice.What would you say in this kind of situation? のせましょうか? ああ、すみません。お願いします。はい。And how would you offer help here?持ちましょうか。そうですか。すみません。どうもありがとうございます。助かります。いえいえ、どういたしまして。せーの。向かい、せーの。What would you say here?手伝いましょうか。いえ、大丈夫です。いえ、本当に結構ですから。いや、どうするんだこれ。Today, you learned how to ask, Shall I do something for you? When someone seems to be in need of help. Okay, we hope to see you again soon. Sayonara!